ナンバー8、シェイドをはじめとする暴走ロボットたちが大統領官邸を占領したとの情報が入っています。よし、準備は OK かい？System ready? Go! 大統領官邸に到着しました。まったく、とんでもないところを占拠してくれたな。ウィリアム、君のロボットは何を企んでいる？狙撃ですが、スナイパーの反応はどこにも。シェイドの仕業だ。あいつの影響でどこに隠れている。レク、シェイドはこの建物のどっかに潜んでいる。狙撃の方向を探すんだ。かかってこい。やってやる。かかってこい。やってやる。やってやる。目標を見失いました。仕方ないさ、そういう風に人間様の犬にしちゃ。
チッ、このままじゃラジが開かねえ。場所変えるぜ、犬っから。決着をつけようじゃねえか。なあ犬っから、おめえさんは自由になりたかねえのかい。わからないけど、博士はみんなを困らせてまで自由になりたいとは思わないよ。まあそう思うのもおめえさんの自由か。だが俺の邪魔するってんなら食えてもらうぜ。ここだぜ、踊ってみな。暴れよ。ここだぜ、暴れよ。ここだぜ、暴れよ。ここだぜ。ここだぜ、暴れよ。ここだぜ、踊ってみな。ここだぜ、踊ってみな。暴れよ。ここだぜ、これだけの力があってよ、なぜ人間どもの命令に従う。違うよ、もっと自身がみんなの暴走を止めたいんだ。次は仕留めるぜ、わかるかい。ファイトプレイ、わかるかい。踊ってみな。暴れよ。わかるかい。暴れよ。わかるかい。暴れよ。わかるかい。踊ってみな。お願いだ、正気に戻って。作っちまったかな。なあベック。メイシン、プレイヤよくやったぞベック。それじゃあ一旦家に戻って。博士、チェリーダイナミクスより緊急通信、回線をつなぎます。こちらチェリーダイナミクスのグラハムだ。ドクターサンダーいるか。ミスターグラハム、社長自ら通信してくるとは何事です。そちらの活躍は聞いている。担当直入に言おう、力を貸してほしい。我が社の工場のメインシステムがやられたのだ。暴走ロボットが次々と生み出され、手がつけられん。状況を確認。生産されたロボットたちはすでに街にも溢れ出ているようです。そりゃ大変だ。すぐに応援を送りましょう。いいな、ウィリアム。ああ。ただ、ミスター・グラハム、一つお聞きしたい。今回の事件、なぜドクター・ブラックウェルの仕業と？貴様は。まあいい、そんなの分かりきったことだろう。こんな馬鹿げたことをするのはあのジジイだけだ。無駄口はいいから早く応援をよこしたまえ。ミスターグラハムはドクターブラックウェルのことを随分嫌っているようだね。サンダー、頼みがある。工場の方は私とマイティナンバーズで対処する。
君は捕まっているドクター・ブラックウェルのところへ向かってくれないか。はあ？僕に刑務所に潜入しろってのか？そいつはワクワクするね。確かに彼に話を聞くのが一番手っ取り早そうだ。オーケー、引き受けよう。だがいいのかい？本当は君の方があの天才博士に会いたいんじゃ。バカ言うなよ。あんなやつ顔も見たくないね。